イガ、餅は、うるち米などの生地で餡を包み、上面にもち米を数粒つけて蒸した和菓子。かさ餅、イガ餅、イガ餅、イガ、まんじゅう、イガまんじゅうなどと表記される。以下の通り、名称の由来については、複数の説とそれぞれの論拠がある。なお、山形市蔵王温泉の名物のイガ餅は、明治初期から作られたもので当初は、イガ餅だったが、 大正初期に稲の不作が続いたため菅和神社に豊作を祈願し、伊賀餅に変更されたという。上神子にぬるま湯を加え、耳たぶ程度の硬さまで練る。腰あんやぶあんを包み、成形して、上面に着色したもち米を乗せて、蒸し上げる。上神子に白玉粉を加えて一度蒸してから薄でついたり、型に着色したもち米をつけてから団子を押し入れる、方法などもある。 上に乗せるもち米は赤色、黄色、緑色など様々であるが、一色しかちいない地域もある。また、かつては麦や泡で生地を作り、貴重な米を数粒乗せることで贅沢な雰囲気を味わっていた地域もある。三重県や滋賀県では直径6の10センチメートルの丸型、愛知県では大きさ5から6センチメートルで、ハマグリや富士山のような形、島根県では 梅の花や亀の形で、それぞれ作られる。また、上面つらのもち米の乗せ方と地域の関係は、以下の通り。伊賀餅を食べる風習のある県。黄色は、上面つらのもち米が、黄色のみ。青は、祭りの日のみ販売。ピンクは、ひな祭りの時期を中心に販売。赤は、通年販売。伊賀餅は、東北地方から中国。 四国地方にかけて存在している、形状以外の地域ごとの特徴は以下の通り、ありがとうございます。